私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております はいよろしくお願いしますレオザフットボールですレオザのサッカートーク生配信ちょっといつもとカメラの画角が少しあ,あとちょ,ちょっとこっちがこうですねはいはいはいちょっとね電気つけるとちょっとライトの感じとか変えちゃんでよろしくお願いします本当にレオザフットボールですというわけで皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は雪すごかったんですよ東京はなんかこういう日に予定入ってるとなんか損した気分になりますね 普通に楽しみな予定でもなんでそんな日に雪なんだみたいなねそう明日ね本当だったらあのエスパジオさんの大会フットサルのエスパジオカップに出る予定だったんですけれども除雪作業をしなきゃいけないんで延期になりましてなんで明日に向けて走ったりフットサル行ったりとか <laughs> ちょっと練習とかしてたんですけど1ヶ月ぐらい空くんでなんで今日はもう久々にちょっと油もん食べちゃおうと思う鳥かつ食べちゃおうと思ってますねはい 登録者どんどん増えてるありがとうございますお時短レオザくんも来てくれて <laughs> そうだ時短レオザくんのねあの切り抜きおもろいんですよ僕のあれあれレオファンくんじゃないジレオザくんだよね間違ってないよねなんかあの僕がラファエルレオの物前とかで <laughs> ジリュウさんワンツーしましょうみたいなデケテラーレくんどいててみたいなやつやるじゃんでその後に <laughs> 下手でサイトってのワンツーばっかりしててダメだぞ 聴取力のものまねしてみたいなものまねをんぱれとで,で、それ終わった後に、シュアーボ東京、選手募集って言って、来るかと思って。<laughs> こんなんやったこんなんやってる、監督のところにね。<laughs> ぜひ、レオさんのところで本気でサッカーをって、思ってくれるかなみたいな。仕事だって分かってくれるのかな、みたいな。<laughs> そっち、レオバーズ君か。<laughs> まあ、嬉しいけどね。<laughs> そうそう、実際にね、いい選手たち、集まってきてくれてますからね。 本当ありがとうございますいろんな方のおかげでね。とは、半袖ねあの、あれだとね、家だとね、あの多分ね、僕んちだけじゃないですかね、家にね、ちょっとあのボタンを押すとあったかい風出る機械が置いてありまして、はい、暖房っていうのが、エアコントローラー、うん、なんかそういう機器がありまして、よかったら皆さん、つけてみてください、おすすめです。はい 金活いや鳥かつあれ一緒なのかな ?OK ーーお疲れ、まあ、そんな僕を知ってて来てくれた経緯が来てますねあハリル君お疲れそうエアーコンディショナーなんだ <laughs> ずっとコントローラーだと思ってたわレオバズさんも好きな切り抜きしてますねされてますね私も見てますこちらこそありがとうございます そうちょっとね、結構そういうのを僕ん家では使ってますね。あとなんかすごいふかふかしててみんなねあの地面で寝てると思うんですけど僕んちの場合なんかふかふかしてなんか毛とか入れてあるんですよね。で上からなんかかけてみたいなそういうのがふ,ふと布団みたいなやつがあってうんそう最近はなんかベッドみたいなやつもちょっと高いやつも出てるみたいなんですけどね結構そういうのもおすすめですね。 すみませんなんかいやらしい感じになっちゃったらすいません、はい、いやそうさっきマドリーダービー見てましたねうんレオザと分析でいや嬉しいですねアーセナル・リバープール解説してきましたよいやー すごいい面白い試合でしたねみんなどうでした僕はあのやっぱリアルタイム分析と違ってさあのチャットとかまあ ABEMA の,のコメントはちらちあ見るんですけどなんかいじれるやつないかなみたいな感じであれ ABEMA のスタッフさんもからも許可もらってというかああいうのあった方がいいっすよねみたいな話でいやあれありがたいっすみたいな言ってくれててなんで普段はねそっちのチャットを見ながらみたいなやってるから 結構ジョルジーニョとライスが良かったっすよね保管性がチアゴねチアゴ復帰して結構すぐコナテがね退場しちゃったからでもあれコナテの退場ちょっと厳しい感じしたけどねそうハバーツの抜け出し助走距離ついてるけどでもあれねちょっとカウンター気味のところでねあのファンダイクもいない中でコナテの対応す,する 距離が広がったところでの、まあ、少ないタッチでのパスワークで守備整理できなかったところだからどっちかというと普段ハバーツは助走距離取れてない時は多いですね田島会長2024年3月いっぱいで退任予定ですえー、マジでちょっと田島会長続けてほしいな田島さんいなくなって日本サッカー協会大丈夫かな田島さんでなんとか持ってきたのにね 田島さんが会長だったからなオリンピックもねそうそう目標のねメダルまでは行けなかったけどねうんよく頑張ったしワールドカップもね目標のベスト8まで行けなかったけどよく頑張ったしアジアカップも目標の優勝まで行けなかったけどね準優勝とベスト8でやっぱ感動くれたからいや田島さんのことじゃ田島さんが会長だったおかげでねコミュニケーションの問題でハリル会ににできたわけだし。 森保さんも続投できてるからなんとか田島さんもうちょっと続けてほしいけどなそうやっぱ田島さんはねやっぱ日本にいろいろグラウンドとかなかったりとかね結構女子サッカーが普及しないねトイレ少ない問題とかいろいろあるけどその中でねやっぱりドイツにねそういう施設を作ろうっていうまず海外からねっていう。 そう日本よりもまず海外の施設を充実させてグローバルに目を向けようという施策もしてくれてるからなちょっとこれは有識問題ですねなんとかね田島さん続けてもらえたやっぱ岡田さんみたいな人はちょっとよくないですから、ね。岡田さんみたいにあの、ね、ワールドカップで日本が苦しむみたいな時期とかに。 こう抜擢されてなんとか結果残したりそう日本人に中長距離のパスが苦手だからって言って戦術を思い切って変えて本田スけワントップにしてあんだけボロボロだったチーム立て直して16まで持っていくとか自分でチーム作ってねそこから学校施設まで作ってみたいやるとちょっとやりすぎな感じするしな,うん,なんかそういうなんか一つ一つの勝負事で自分でしっかり決断しながら。 うん、オーナー業もして、チーム降格の危機器の時にはね、監督みたいな役割もやって、ちょっとやりすぎだから、岡田さんみたいな人って、ああいう人がなったらちょっとまずいと思うんで、やっぱ田島さんみたいに、しっかりね、いろんな方の、ね、気持ちを考えて、うん、やっぱりねあの、推定無罪だったりとか、ね、また有罪とかにもなってないね、選手はしっかりね、うん、チームに帯同させずに。うん スポンサーさんに配慮してね使える選手がねやっぱ少なくなって戦力的に薄くなって地上波でやる試合が1試合だけになるっていうまあそういうしっかり配慮した結果でねベストを尽くしてくれる人がいいと思うんでなんとか田島さんには続投してほしいなと僕は思いますねみんなもそうでしょうん。 う何の話しましょう、ね、みんな,なんかね日本代表の話いきなり言ってもなんかもったいなくはないけどね疲れちゃうっていうのはありますね、まあ、今日本代表の話した感じだしなもうなあのバルサの試合見たんですよクリステンセンのピボって見たかったんでクリステンセンむっちゃボール受けたくなさそうだったね 前から戻ってくるボールとかディフェンスラインに降りていくみたいな動きすげえ素早いのにこのライン間で狭いところで後ろからパスをもらう時にはこう絶妙に出せないぐらいのでも怖がってはいないよみたいな <laughs>、ね、すごいなんかそういう感じに見えましたねスリーバックからン抗になルみたいなシステムねデンマークでやってたんだけどねタナティ君「モヤモヤムカムカ止まらない」ねなんかの歌詞ですかね アリバイポイント立ってました。手足手ひやくある意味賢い。そう、風見ろ力がありますよね。週、う、休、ん、学なんであんなおもろいんですかね。報復絶倒でしょう。週、う、休、ん、学。よろしくお願いします。 ね、伊藤いいろろ話出てきてきま,、ね、まあでもあの時言ったのが全てはねあとはこの三木谷会長の友達といるようでイニエスタのツーとのツーショット投稿っていうそうねでもあの三木谷さんがあのイニエスタ あの別に使わなくていいって言ったっていう話も聞いてますけどね <laughs> どうなんでしょうね <laughs> まあ噂は噂ですからね噂でサッカー界成り立ってるからね友達だけどそこはヴィッセルのちゃんと何んですかスポーツ名を考えてみたいなちょっとピンポケしてたがもやもやしました あとは、熊野ブーさんさん、スパチャありがとうございます。えっと、ね、ああ、んまり興味ないかな、それは。<laughs> その人のそれは。うん、ごめんね、スパチャだけど全部読分空きじゃないか。うん、でもまあ、そう、選手の質、監督の質、どっちも大事ですからね。まあ、それ聞いてる時点で見たとこありますね。1 0 0の話じゃないからな。 なんかこう戦術か子かみたいないや子がある上で生かすのが戦術だからねほかはほか僕は僕でも一人誰もいないとこ突き進んでしっかり誰も喋れないこと喋ってきますね誰も喋れないこと喋ろうとはしてないですけどね、まあ、たまたま僕が得意なことをやり続けてみんなにねサッカーの楽しさとね本質を伝えていけたらいいなっていうふうに思ってます リサマルまた怪我しちゃったんだ X でポストしたニジャン動物動画のキャラガチポストおガチポスト普通にめっちゃ可愛くないあれ <laughs> なんか最近多分新しいフォロワーさん増えたんでしょうね僕普通にお笑いの動画とか音楽もそうだけどいいなって思ったもん時々ポストしますよね なんでそれに応えるのもなんかこう自意識過剰な感じだったからまあ普通にみんなもするでしょ <laughs> あのマーモットかわいいよね何か途中のあれあの野菜の野菜作って家庭菜園荒らされるからカメラ仕掛けたら毎回そのカメラの前でマーモットが作ってる野菜うん人参とかうんリンゴとか食っちゃうみたいなでその時にもうずっとカメラ目線で食ってるからもう煽られてるみたいなでその登場の仕方がもうあれなのよ

とか好きなんですよねビスカッチャは時々僕に似てるって言われるんですけどか、まあ、かったら検索してます <laughs> レンもなんですぐ分かる <laughs> ちょっとね朝方までリアルタイム分析あった次の日の試合が昼からだともうウォンバットみたいな,じゃないビスカッチャみたいな顔になってますウォンバットみたいなケツにはなってないです。 レオザさんが監督だったらどういう戦術やりますかもうすっごいのすごいのやるよ俺が監督だったらもう,もうすっごいのやるもうもう左ウイングともう右ウイングからどんどん仕掛けるこうもうすごい戦術もうきらびやかなやつやりますねレオザの分析えっとマネ君はやってますねでケンシロウはなんかいいとこ勤めてるって聞きましたね 今日の配信は落ち着きましたあそうかいやでもそれでも5,000人いるんだいやごめんなさい本当に <laughs> ごめんなさいって言ったんですけどなんかなのででもまあ昔は100人だったのが500人になって1,000人になって1500人になってでこう平均がね上がってってくれるのは嬉しいですよねまあこの5,000人の方がずっと残ってくれてるとは、うん、思わないっていうのがまあまたね僕の卑屈なメンタルというかまあ僕はもういつも見てくれてる人はあれですけど数字見ながら今みたいに数字ずっと見てるわけじゃないから。 100人でもね1万人でも基本同じ会話するんですけどまあちょっと説明が丁寧になるぐらいあっ雷さんかっこいいっすよね僕のおすすめの曲はあれですねおすすめの曲っていうかよく聞くのは「Take it easy」っていう曲が好きですねあとは ででもあれすねなんか言うとなんか自慢みたいに聞こえた、まあ、自慢そうじゃないけどなんかそういうい最近、集計学とかなんかそういういろんな活動の影響からか結構プロの監督さんとかみんなが名前知ってるような人から個人的に、ね、連絡もらったりとかありますねすねげえ嬉しいですね。 ああととは水素君スパチュアありがとう過去の各々の著書から原さんや下田さんワールドカップで勝つためにハリレアワールドカップ経験監督をリストし先行、えー、田島会長を目指すのはベンチを支持を仰ぐ未熟な選手ではなく選手自身が試合中に考える代表ワールドカップのイタリアを見てその考えにたどり着いたそうです田島体制では今のシステムが理想形なのかと思いましたんかこういう人たちってさこの水族のこと言うわけじゃないよなんかすげえ薄いよね例えばさ田島会長どこのこうイタリアだよねこれ。 あのワールドカップで勝ったイタリア代表かでもイタリア代表ってタレントいてもあのあれなんだっけ名前今日北川さんいないかなあの,あの人名前も言いたくないだろうなでも北川さんいらっしゃってもあのー、なんかねすげえ無能な監督やデロッシーに怒られた監督いるじゃんなんかこうもうひでえシステムやって負けまくってワールドカップ予選もギリギリどうなるみたいな試合で追いかける展開でデロッシー出そうとして守備的な交代。 守備的というか攻撃的な選手入れないみたいなでデロッシが俺じゃなくてインシーネーだろって怒った人ベントゥーラさすがありがとうございますそうだからイタリア代表でも監督が微妙だったら無理なんだって選手だけで考えてなんてイタリア代表でワールドカップ出れないんだよそうだからねこだからこういう感じの人が上だからだから多分プロの人は僕とガチの討論とかしたくないと思いますねこういうの全部えだってあの時のこれこうじゃないですかって言って。 ボコボコにされてその動画消すっていうの。をみんなやるわけだから。そうだから、ここでちゃんと洗脳を解いてあげました。そういう。外シル君スパチャありがとう。amazon で週休額在庫切れなんですか？いつ入荷てかレオさん分かりますか？あ、まだそうなんだ。まあ他の媒体で買うのきついでしょうけど、amazon があれだったらね。他のなんか楽天とか、うん、で買っていただければ。 はんたまごくん配信見て田島さんのコメント見たら熱量の違いでやっぱり選手がかわいそう頑張っねそ私、ボトムアップなんか選手の意見か監督の意見かって言うじゃん違うんだよ、監督の意見がある上で選手なのこれ、もうめっちゃ分かりやすく言うとみんなバイトでマニュアルなかったらきつくないでマニュアルあるからってガチガチになるでしょ、レジの打ち方はとか肉まんの入れ方はとかなんないじゃん。 何時に肉まん入れてねって、レジはこういうふうにやってね、何時から品出してね、分かりました。で、客が多かった時に、ちょっと肉まん入れるの後にしようとか、品出しあんの後にしようって、これが選手の判断じゃん。これが森田さんが言ってることなのよ。基準があっての微調整なの。このマニュアルすらないから、え、いつ肉まん入れればいいですかえ、レジってどう打つんですか大体でやって、あ、まあこんな感じか、あ、俺が前働いてた店と一緒だ、みたいな。で、新しいバイトの子が来て、え、ここのレジの打ち方分かんないですけど、みたいな。 みたいなのをこれ普通の生活に落とし込んでいったらこれ多分あそうだよねってなってくるんですけどなんかサッカーはサッカーで分けたりまあ多分そういうふうになんか社会経験がない人なのかまだ学生さんとかだったら仕方ないんだけどなんかその思っちゃうんだよね。選手かかかかか監督かととか戦戦術術個個人人人いいや個人やった上で戦術じゃん歌う人がちゃんん歌がち 楽譜ががああっったたりりととかかトラックがあったりとかして売れるわけじゃん歌だけで売れないじゃん。俳優のかっこいい人が台本あって演技するわけじゃん。なんだけど俳優か台本かって全部アドリブで大河ドラマやんないよね。おもろいけどねそしたら。<laughs> 見たいけどアドリブの大河ドラマでもそれってもうなんか悪ふざけだからね。だからそういう意味で言うと悪ふざけやってますよね日本代表は。ソシル君スパチありがとうあ,あこれはさっき話したやつですね。 えっこれは「えー、おちんちん大作」んですね、えーえー、書いてあるのそのまま読んでるだけで字は違うんでね、うん、下ネタじゃないですよ「戦術マイスター」のレオザさんが言われたことね。やだわその呼び名戦術マイスター」<laughs>「やだわ戦術マイスター」<laughs> なんかちょびひげが出てくんだよなそれ <laughs> 呼ばないで戦術マイ,マイスターそうあとは、えー、まあでもこのイメージだよな俺な よかったドキュメンタリーとか見てください、もう本当に、俺が優先術なんてめちゃくちゃ簡単だからね、うん、そうそう,そうあとはあ、チェルシー弱くてつチェルシーがなんかあれですね、新フォーメーション検討、イングランドメディアが報道、挽回するためのスリーバックって書いてあって、これ、イブニングスタンダードだと、どんぐらい信憑性あるんだろうね、スリーバック、誰になんだろう。 でも3バックにするとさあでもでもこれあの僕はいいと思うのが3バックにするとこの一番ビルドアップで日本代表もはまるこのエリアあるじゃないですかサイドフロントこのエリアに人が立たなくなるんですよ4バックだと日本代表もそうだけどここに立っちゃって結果パスコースが縦しかなくてこう潰されるってあるでしょでにチェルシーもここにサイドバック立っちゃったまんまみたいなのあるんですよこれが3バックにするとこうなってこうなるから 結果、ちゃんと中も外もコース取れるみたいな3バックいいと思いますねチェルシーああいうあのあれスパーズもポチェッティのスパーズの時もあのチェルシーが3バックでコンテの343で機能した時にチェルシーあのスパーズも3バックやりだして当時ウォーカーがスパーズいてローズっていうまあざっくり言うと左利きのウォーカーみたいな選手がいたんですよ両サイドバック超フィジカルモンスターみたいなあ今のスパーズちょっと近,近,、まあ、近くはないけど技術の方にもあるけど まあ本当パワー型の2人みたいなでそれがもうチェルシーの両ウィングバックをそのパワーで凌駕したみたいな試合があったんですよねなんでポチェッティのナは4バック好きだろうけど実際にあの人にあうのは3バックだと思いますす、ね、この戦術ない系の監督にあうのはあとはすし肉くんスパチャありがとうございます肉寿司なんだろうなこれ多分登録の時逆なんだろうな 集客買っていただきありがとうございます。えー、取る気のなかった c 級ライセンス取らざるを得ない状況になりつつあるので、4月まで読みまくってから挑もうと思います。ありがとうございます。ね、まあ、どのぐらいなんかプラスになるかはね、プラスにはなると思うんですけどね。なんかこう知りすぎちゃって逆に c 級取るときにイライラしちゃうっていうのがあったら、まあ、ごめんなさいというか、そこで穏やかな気持ちでいることが大事ですね。 あとはタナティ君スパシャイアとヨーロッパでガチ活躍している選手たちを指揮できる監督でないことにもやもやむかむかお笑いそしてケイ君いいサッカーしてるなと思う国の代表チームありますか前見たときウクライナすごい良かったですけどねでも今もシェフチェンコはもう監督でもない会長になってるけどね誰だろう今代表でいいサッカーしてるの見つけたらいますねあでもポルトガル良かった時あるね確かあとはえーガジャド MJ GPW 君今後代表チームの分析官のオファー来たら受ける可能性ありますかそれを使ってシュワボ東京をなんかそれを使ってっていうかその肩書きはもらうけど実動はちゃんとシュワボ東京と自分の活動を優先させてくれるなら受けますね。だって分析官来てもね僕がやれること限られてますからね。そうでそれが実際にさ現象として出なくても、うん、だって僕現場にいないですからっていう話になるからね。 だ僕がそういうふうに代表の現場とか入るってことはないですよ普通に考えて昨日でも言いましたけどぼ僕みたいな人呼べる組織だったらこんなことになってないですからねであとはなんかそういう今みたいな組織の体質とかそういうのが変わった時に、まあ、森田さんみたいな人とかなんかこう熱い気持ち持って本当にサッカーを良くしようとしてる人がその時の僕の状況を見て「レオザさん一緒にやりませんか?」って言ってくれて「ああやらせていただきます」みたいなのあると思いますけどね。 だからまあ、どうしてもないうちの配信来てないと分析官に夢抱くからな、まあ、言ったけど僕が分析官のイメージ作ったみたいなところもねちょっとありますから、ね、分析官って横にいて軍師みたいに思われるけど実際は僕がやってる分析官の,あの、ね、レオザット分析とかそういう今のやつもそうだけど基本的に僕ですからねただの。一応肩書きとしてそれがあるだけで実際は戦術の方とかあの言葉使って。 人に納得してもらったりプラン提示したりとかそういうのが得意なリーダー気質の人っていう感じなんで僕は自分が興味あること以外興味ないっていうのが長所であり弱点なのは自分で分かってるんでねって感じですかねジョルジーニョとジャカヤって,て結構違いますねライスの動きに合わせてジョルジーニョがあのツートップの後ろ取ったりとかあのえっ、ー、と ライスが上がってったところバランス取ったりとかそこ腕ゴールとかと一緒にさこう何て言うのその時に必要なポジションを取ってっていうのをやるじゃないですかでジョルジーニョもライスも下がったらジンチェンコ上がってとか,だからそこのジ,ョ、えー、とジンチェンコとライスだけだとこのいなきゃいけないところに人いなかったのがそこにジョルジーニョも加わってうまくいってたっていう感じなんですよねだからそこはキビオールになると取れるポジションが少なくなるからちょっとボール回しのところ苦しんでたっていうのはあるんですけど。 でも、守備のところでねディフェンスライン前にライスが質でなんとかしてくれるとこ,ろがところがある選手がいるっていうライスみたいな選手がいるっていうのは大きいし攻撃のところでジョルジーニョがポジション取り直しながらキーパスも入れるっていうもうすごい機能してましたねであとはあのジョルジーニョが怪我をもうごまかしながらなんとかやってるみたいなのはアルテタの発言で出ててそれであのパフォーマンスっていうのは本当すごいなと思いますでずっと声出して周りに守備の指示してるじゃん。もう本当にさあの マジでちょっとでもミスったらアーセナルの守備網に引っかかるようなブロックをもうほんと8割9割の時間形成してるみたいな感じでそうだからすごいアーセナルの守備ブロックコンパクトな中で人も捕まえてってできてたのはジョルジーニョのほんとあのコーチング力めっちゃでかいと思いますねやっぱねペップがねロドリ取る前にジョルジーニョ取ろうとしててちょうどサリーがチェルシーの指揮官就任するからサリーその前にナポリってチームの監督やってて ナポリの中心でアンカーやってうのがジョルジーニアだったんですよだからそのまま、まあ、出番約束されてるとこ行っちゃったって感じなんですけどあの選手いたらチームにほんと1個柱できるみたいな感じなんで、ね、結構あれですよねあとは。 甘空はる君、いやこういつ質問うれしいですね、ちょっと、でも、興味がどのぐらいみんなやあるかわかんないから、パッパッと答える、ねえー、なんレオさん、動物好きと認識してますが、何の動物種類が好きですか、えー、ああ、ボーダー、コリ、ーね、好きなんだ。おすすめ、モフモフチャンネルあったら差し支えなければ教えてください、関係ない話ですまあの僕は猫、このサイベリアンが好きなんで、モルンっていう猫のチャンネルが好きですね。 基本的にツイッターとかで回ってるモフモフ動画はもう全部わかるみたいな。モザイクかけられても、あ、これとあの動画のあれだよねってわかるぐらいは見てます。<laughs> A 君、S 君か、スパチありがとう。えー、っと、戦術と個人の関係性、原則と戦術の違い、この2つ適していただきたいです。あもう320円でそれはめんどくさい。嫌 <laughs> なやつ。<laughs> そう、レオタ学園入ってくれたら喋りたいけど、まあまあ、うん、でも片方ぐらい言うか。 えと戦術とあすぐ言えるなだからあの戦術個人の関係性は戦術って戦う術なんであの戦い方を定義するものと,、えー、っとその個人の能力に掛け算するものだから料理でいうお皿であって、えー、っと調理法調味料っていう、まあ、戦術の大きさによってその役割が変わるって感じですねそうだから足が速いっていう選手がいたとしてそ,にその足の速い選手が、えー、っと直線的に走るのがうまいのかボールを持った上で足が速いのかって違うじゃないですか。 でそこを見分けてじゃあその選手をウイングに配置するのかフォワードに配置するのかでフォワードに配置する時もただフォワードに配置するだけじゃなくてどのタイミングでどういう動きをするべきか。 足速い選手だったら相手がライン上げてくるときに使いたいですし足の速さだけじゃなくて裏に抜けるときにちゃんとパサーがパスを出せるタイミングで抜けるっていう個人戦術を指導しなきゃいけないでもこれは個人戦術じゃなくてあの個人戦術に見えるけど決してそれだけではなくて、えー、例えばディフェンスラインだったりボランチだったりトップ下とか、まあ、ウイングでもいいけど、えー、その裏に抜ける選手が。えー 抜けれるタイミングで出せる選手、出せるタイミングで裏に抜ける選手、この2人がいる上えで成り立つ戦術なんで、個人戦術見られがちだけど、チーム戦術ですね。なんで、まあ、今、ね、あの煙にまいたみたいになりたくないから具体的に話しましたけど、こういうふうに個人を生かすものが戦術であり、個人の弱点を中和するものも戦術です。で原則と戦術の違いは、戦術っていうのは、えー、と一般的には減少だと思います。ととかとか で原則っていうのは、そう、えー、なるように仕向けるためのルールですね、原則、基本的に乗っ取らなきゃいけないための決まりみたいなことなんで、で原則っていうのは、えー、例えば、相手のファーストプレスの後ろにボランチが立たなきゃいけない、なぜならそこに立つことによって、最短ルートのパスコースを作って、それをちゃんと相手が消そうとしてきたときに、迂回経路ができるっていうメリットがあるから。で、これを、えー、全部説明しても、選手は苦しむじゃないですか。 でポあのフォーメーションで戦術といわれるフォーメーション343とか4123で1のアンカー立ってって言ってもアンカーでも相手のトップの前に立つのか後ろに立つのか動き回っちゃうのかで役割が違ってくるでこれをあのボールホルダーの、えー、斜め後ろに立て正対するボールホルダーの。 ボールホルダーが正対する相手の斜め後ろの盾っていうとアンカーがちゃんとプレスをかける相手の後ろに立つんで結果そのパスコースを最短ルートとしてゴールへの最短ルートとして使えるしそれを抑えようとしてくる選手が相手にいた場合迂回経路を作れるみたいな。なんで今言ったそのボールホルダーに近い相手の斜め後ろの盾これが原則です。でその結果4123のシステムに見えるこれが戦術です。 でもこれ戦術っていうのを原則と一緒にして使ってる人もいるから一般的なイメージでは今僕が言ったみたいなシステム決めてアンカー置いてとかシステム論かみ合わせてたんですけどこれはすごい薄い話本当はそこからの人の動き方それをちゃんと選手がやりやすいように指導するのが原則っていう話ですね。みたいなことをもっとうん楽しく分かりやすく、えー、30分の授業にしてるのがこの週休学名なんで。 うん、ぜひとも毎週受けるため皆さん霊山学園入ってくれると嬉しいです。固定チャットから行けますあとはそれが本になっています。そしてそんな難しい話だけじゃなくゴシップ的な話もしてますし今週もねいろいろネタありますんでぜひとも入ってみてください。よろしくこんなにちゃんと喋るんだったら一回好感度落とすこと言わなきゃいいのね。うん。<laughs> あとはえー、っとこれ読んどうしてもなこういうのって読み忘れちゃうというかあれ,じゃあれになっちゃうのもあるんだよね。 であれですよね、分析機関のオファーとか J リーグの監督になってくださいというのはシュアボで J リーグの監督になりたいってあるんですけどなんていうのかなこうみんなが僕に求める目標像と僕が目指す場所って結構違くはないけどそれはみんなが言ってくれるのは家庭でしかないのでだからあの,アベマの解説とかさせていただいてめちゃくちゃ嬉しいんですけどそう勝ち取りましたいって言われるとなんかそれは違和感あるっていうか普通に。 ややるるるべき人間になれたからやっててだけけでそこを目指してるわけじゃない,っていうだから日本代表の解説とかもしやることになってもやらせてもらえるのはすごいありがたいしいい仕事なんだけど実際にそこを目指してくださいって言われるといや今やってるやつより下だと思うなみたいな <laughs> っていうのはありますよね、うん、みたいなのはちょっと、うん、伝えなんか尖ってるように思われても嫌だけど伝えたいですけど、ね、そう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 実力とあの認知は違いますからねカップラーメンが 一番美味しいい料理ではないからあとは、えー、嘘だと言ってよ江戸ンド君、えー、先日の配信の伊藤純也の件についてのコメントとても感動しました刑事告訴されても有罪無罪以前に起訴もされてないのに記事を読んだ一定数の人が告訴というワードを連れて裁判沙汰になってると勘違いしてしまっていると思いますそうだし裁判沙汰になってもねいいんだけどね別にだって。 どっちかが悪いと思ったら裁判にできるみたいなのありますからね。その点も含めてほっとしたもんカちゃん側面強いですね。本当そのね、話の流れと関係なくあまり気持ちのいい話題でないの無視してすいませんましたいや。はい。えー、っとはい。 あとはあサヤギリコアクチャンネルか、えー、カメレ失礼します、えー、監督の思想なしに選手に創造性を求めるのはプロジェクトの中身が決まってないのに従業員に工夫しているのと同じですね売上はプロジェクトの中身でないのと同じで、えー、ゴールは試合の目的であっても内容ではないと思いますし内容なしに目的達成すること,もことにも注意する必要があると思います。そうだね もう、さやぎりこくんにはいつも総だねボットになりますね、僕は。クソエイム君えー、なんで日本だと3バック流行らないでしょうか ?3、4、3とかなら、ウィングも使えるはずなのに。どうなんだろうね、流行る流行らないも主観の感じだけど、別に海外でも流行ってる感じじゃないっていうか、基本みんな4バックじゃん。応急処置的な感じだよね、3バックって。であとは、可変で4バックから3バックになってるとか、あとフォーメーション表記もね、なんかイメージで、攻撃の時のフォーメーションを表記するのか、守備のの表のフォーメーションを表記するのかみたいな。バルサ伝統の 4, 3, 3っていう よく言われるけどサイドバックどっちかが上がってって大体343になってますしねあとはシェンレン軍スパチャンありがとう初スパですアジアとの戦い方は違うと遠藤選手のインタビューやピボットなどで改めて見受けられるのですがアジアを攻略する延長線上にワールドカップ攻略あると思われますか集球がかかりましたトとくの楽しみにしてますありがとうございますなんかねそのアジアと世界を分けるっていうよりアジアも世界だからあの一個一個の試合にちゃんと対策を立てて選手の強み弱みよりを両方 活かして戦えるかっていうそのもともとの知性のところあとそれをあのやらせるために選手のモチベーションを上げられるかどうかみたいなところを、えー、全部やれることがワールドカップにつながるっていう考え方ならアジアの延長線上に世界があると思いますね。ただ単純にそのフィジカルだとか特徴っていうところで言うと国ごとに違うんでアジアとワールドカップっていうとねワールドカップでもねヨーロッパとか南米とか当たる、ね、地域だったり国によっても。 っていうか何だったら隣同士の国で違うのありますからね。オーストリアとドイツでサッカー違うわけだから。から結構サッカー界は海外に行くべきだとか言うけど守護でかくする人大体信じない方がいいですね。僕この本でも書いてますけどあの海外にもポンコツはいるし日本にも名将はいますと。僕はあのサッカーの監督森保さんじゃなくなってもほぼ森保さんというのは日本サッカー界があのライセンスをみんなが取れるわけじゃないし S 級まで。 しかも J リーグの監督になるみたいなのをさ、みんなが必死に考えて、本当にいろいろ分析して監督決めてないんですよ。出向で来てる、そこの、親会社の偉い人が、自分の責任にならないってなると、自分の責任になりたくないって考えると、今まで実績ある人をさ、サッカーの内容なんて分かんないまま、そのまま監督にしてさ、言われて予算でやってくださいみたいな感じあるじゃん。だそういうことですから。なんでそういう本当に実力ある人に場が与えられないってあるんですよ。なんで、 だから日本にも有能はいるし海外にもそういう風に代理人がいいからいいところの監督になれるみたいなのあるじゃん。それと一緒です あとは、近藤和義くんスパチャ、ありがとう。いつも見てます。日本作家、総名機関サポーターです。レオさん、長沼さんは知らないんですね。25年前、ちょうど今の田島さんみたいな、私欲優先の会長でした。えー、当時はなんと今の会長の田島さんが今で言えば改革者でした。人間守りに入ると多分、レオザさんも、えー、レオさんもそんなことにならないようにしてくださいね。今の金子達人さんも、ウルトラーズサポーターの上田浅久さんも森保さん、反対ではないんですね。年寄りからの一言でしたと。 あちゃんと話まとめろ <laughs> いやいや怖いこの人 <laughs> 年上の人に怖いこと言った今お金くれた <laughs> すいませんちょっとあっちこっち行ってんな話があって思っちゃったんですいませんでもまあ言いたいことはあれですよねあの年取るとそういう老害みたいになっちゃうからレオザさんはそういう人にならないでくださいねってことですね。わ、はい、かりますよすいませんちょっと目の前の笑い優先でひどいこと言っちゃいました <laughs> ごめんなさい嫌いにならないでください。<laughs> 大空レインくん、スパッチありがとう。日本が負けて心にぽっかり穴が開いています。レオさんを見て元気もらっています。矢ヶ橋はっいうわけで。はい、すいませんありがとうございます。そう,なんすそうだからこう自分が老害にならないぞっていうこのどんな風にこう今とかねこうスポンサーさんもついていただいたりとかいろんなね本売れたりとかこういう風になんていうんですかねこう。 場所が上がってってもある程度ちゃんとやばいやつでいますよっていうそういうメッセージなんで、はい、そこは分かっていただいてそここでありがとうございます本当あの年上の方のそういったご意見あの心に留めてやらせていただきますんで今後ともないとぞよろしくお願いします <laughs> って言ったらこれがやばいじゃんうんなんでうんなんでちょっと逆のハンドル切ってちょっと崖を落ちかけたんで <laughs> すいません はえー、ビエンくん、えー、悩んでる学生です。ワントップの役割とボールに対するポジショニングを教えてほしいです。お願いしますそのチームによるんだよな、マジで。適当に言えないんだよ。でもマジで、どのチームでも絶対なのは、あの何があろうと決めろですね。え、これでもマジでボケじゃなくマジなんですよ。どんなボール来ても収めて点取れる人って、どのチーム行っても重宝されるじゃん。イブラとかハーランドみたいな。で 今さ、もうトップレベルのフォワードみんなそうじゃん。ワントップ、でかくて強くて速いみたいなさ。だって、うちのチームでも、でかくて強くて速いやついたらレギュラーすもん。なんで、こういうサッカーでこうって言われない以上は、これが正解の回答になります。あとはコーディチップス君、森谷さん監督というより官僚だと思います。スポーツマンかビジネスマンができる人に、えー、来てほしいです。そうですか。 ね、いやーほんとねありがたいですねほんとなーもうこういう過剰なサービス精神みたいなも本ほんと抑えらんない時があるでもうだ横に突っ込み通してるね思いっきりぶん殴ってくれる人ね失礼だろって言ってくれないと田中さんいない状態の太田さんみたいななっちゃう時ありますからね 毎回なこういうの行った後に一人で後悔してるんですよねなんであんなこと言っちゃったんだろうって <laughs> なんであんなこと言っちゃったんだろうっていう夜ないみんなあれなんかよかれてもんか言っちゃったなあれみたいな <laughs> あるんですよねだ大体もっと怖い人だと思ってました。いや全然そんなことないですけどなんか言っちゃう時あるんですよねみたいな 今日あのあれあれ動いてないの？ちょっとも時間がそうなってだけ。<laughs> 動いてないじゃん今日マジかよ。ちょっとスポンサーさんのところから動かこれる。早急動いてたよね。あ途中で終わったのかこれ。すいません。そう今日ねちょうどあの桑田さんのね動画三月ぐらいに出ると思うんですけど、そう桑田流星さんの。 シュアボの、ね、スポンサーになっていただいてるそういう話してきましたけどねこう,こう頑張って喋ってるけどなんかそう体調悪い日にそういう失敗しがちみたいなもうサッカー選手と一緒ですよね判断悪くなってるなみたいなあとは TN 君は初めてスパチャさせていただきます日本でもスポーツベッドを認めるべきと思ってますがどうですかいやめっちゃそうっすよそこはボケないんだって感じです <laughs> いやそうなんですよだって お金ないから J リーグにお金入ることが大事ですからねだって J リーグにお金が入ってそれでいろんな選手いい選手いっぱい取れたら海外からいい選手来てもっとレベルが上がるんですよ。うん、とかあとそれぞれのクラブが人を雇えるから YouTube やりたいとかもっと動かしたいってクラブも制作費がない人件費がないでやれてないからサッカー界にお金を入れるべきでそれスポーツベッティングってめっちゃいいと思いますね。 でよく「八オ町とか「ギャンブル」って言うけどあれイメージであ,のあれっっててクローズドな空間ででやってるかかららきちゃうのだからスポーツベッティングってさ変なところにさ異常にお,あのお金かけられたりするとあの疑いがあるからそのパトロールランプみたいなつくみたいな木崎さんに聞いたけどそれと一緒でさちゃんと。 あのクレジットカード登録させていくらまでしか使えないようにしてみたいなそれでギャンブル依存症のところもストップかけれるしでそういうふうにちゃんと変なところにお金がめっちゃいってるその選手のプレーおかしくなってないかっていう監視機関があったらけけるわけなんですよだからむしろ今止まってるのはそのスポーツベッティングが始まることによって今利権持ってる人たちのお金の部分とかなんかそういうところだろうなって思いますね。 あとは、今、レバー空前鬼強いのは、なぜですか、グリマルト、いい選手だなと思いました。守備連動してるし、選手の質いい中で、その選手たちにパスが通るような、ちゃんと構造を整えられてる時間帯が多いからですね。あ、0 0 0人の方、来ていただいてありがとうございます。あとは、SK 愛知県民んこんばんはいつも応援してます。前田大然選手は、どこで使うのが一番持ち味発揮しますかあ左ウイングだと思います。うん 左ウィングで上下運動の守備しながら前プレイもかけてみたいな。でもこの間の使い方一番いいと思いますね。であれをもうちょっと立ち位置とかを修正したりとかできると攻撃面でももっと良くなると思います。だからボール持てない試合の前田大然左ウイングはめちゃくちゃいいと思いますね。真ん中だとどうしても複数の判断求められるから浅野もあの前田大然もラッシュフォードも一芸に秀でてる選手はウイングがいいですよ大体。パルコ君スパチャありがとう。 そうペナ幅3人徹底してるよねうもうエ,エンバペはもう決まってからでええわってもうどうねい,いつも言うけどね「エンバペも本気じゃねえんならいいよ」つって「こないだも来るって言ってたじゃないかっっ」もういいよこういう記事」で「いくらぐらいなの?」みたいな「<laughs> いやあいつ俺のこと好きって言ってて結局他の男のとこ行ったじゃん」つって。 最近連絡取ってないの <laughs> これがエンバペとマドリーのサポーターの関係だからもういい <laughs> 決まってからいいじゃんもうビニシウスとかさいるんだからいいようちはベリンガムだって活躍してるしもうロドリゴだっているしブラヒム・ディアスだって最近いいんだよでビニシウスだっているわけだからそんな中で今さエンバペって言ったってパリでうまくいってないの <laughs> こういうちょっとスケベになっちゃうのエンバペにはもうもう。 美人のもう超エロい女みたいな感じでトークもうまいみたいなエンパペラグオ山田君スパチャがとうサッカーの動画見るのつらかったので YouTube 更新しまくってたらおすすめに出てきたレオザの昔の漫才のヨーアップロード出てきました面白かったヨーアップロード <laughs>、うん、これ好き俺もずっと好きだって本当にこれだもん 俺もね、いやもういいわインバペがである遺跡決定的ってちょっとクリックするけどこのサイトって信憑さんあんのかなみたいな <laughs> 見るは見ちゃうみたいな <laughs> なんだかんだやっぱいい女にはみんなチラチラしちゃうみたいなありますよね。うん 森安さんイコール丁寧なクーマン <laughs> それはもはやクーマンなのかっていう <laughs> あの人ブサイクなキムタクだよねみたいな <laughs> それはもうキムタクなのどうしたん話聞こうかあそれはパリが悪いわ <laughs> みんなクーマンなのかもなペップなんて戦術しっかりあって結果出しまくって選手に気使うクーマンじゃん <laughs> バンテッド君、えー、送る場所ながら収益が購入させていただきました。ありがとうございます。これからも、えー、応援しています。ありがとうございます。応援させていただきました。ありがとうございます。そして、マスオ君、こんばんはいつも楽しみにして見ています。JFA が海外の協会に比べてお金がないと言われてますが、レオザさんが思う JFA の収益モデルの改善点は何だと思いますかそこの改善が田島さんのような人を会長させないこと、いい監督を呼ぶことにつながると思うのですが。てか、会長が変えようとしなきゃダメじゃないですか、収益モデル。会長以外が変えれる だよね、いそこでお金がきあれだからっていうのはでも収益モデルでいうとだったりとかそういうでもそこをどうやればいいかっていうのは多分電通に任せてるでしょそうで自分から何かやるみたいなそのスペイン代表がやってるような施策だったりとかさあの全体を巻き込む施策はできるじゃないですか。だかそういうところでね。 だって JFATB も別にあの日本代表のドキュメントをこう切り張りして流すだけじゃなくてそれ以外の時にさその JFATB でサッカーバラエティチャンネルやったっていいじゃないですか。で JFATB でそ日本サッカー協会がオンラインサロンをやったっていいですからね。でそのオンラインサロン入ったら日本中のいろんな指導者の指導論が見れたりとかそう今ちょっと考えるだけでもいっぱい出てきますけどめっちゃやってみたくない JFATV でいろんな、えー、日本の監督たちの、えー、講義の授業があってこれの前編見たい人は、ね、JFA サロンに入ってくださいでもいいですしでそもそもあれなんですよだからライセンスも全部免許制にするんですよで全部免許制にして今一番最低ランクのライセンスのやつそれのお金をまずたくさんの人にオンライン授業で受けさせるんですよしたらまず金入るでしょで1年ごとに同じ更新料を取るんですよしたら毎年それが入るんですよ金これだけで良くない で、そこから、あの、例えば、代表監督、代表監督ね。代表監督は国際的なライセンス基準満たさないといけないってなったら、そこから、じゃあ J リーグまで行って、結果出した人たちに、その国際的なライセンス基準の講習を受けさせりゃいいじゃん。これめっちゃよくないどっちも解決できるよね。だって J リーグまでは別に自国でやっていいじゃん。自国のライセンス制度で。もう無理だ、もし無理だったら、その下でいいよ。その、自国のライセンス制度だけでできる JFA ぐらいなのかな。J 数なんか、そこまでやって、そこちょっと今、 ジャストアアイディアだからすぐは出ないけどそこまでやるでそこで実力社会になったところでじゃあ今度日本代表監督試験みたいなところで SQ ライセンスやればいいじゃないですかでそこでギュッとカリキュラム詰め込んでさ、うん、したらあの年間で入ってくる金が全然違うでしょでも公益財団法人だっけだからもう別にその目的みたいもなんつうの稼ぎまくるみたいなことではないですみたいなのもあるからね ただそれをやるためのエネルギーだったりとか人との交渉事多いから。みたいなどうせチャットをしてもお前は答えられないだろうっていう気持ちで言ったわけじゃないって信じて今。 無垢な気持ちでやってましたけどね <laughs> 今答えきったとねあれもしかして <laughs> 俺罠張られてたのかみたいなこういう時あるでしょうねあいつ罠張ったつもりだったのに楽しそうに渡ってったなみたいな <laughs> ねなんかこうすごい針の山のところここ走れっていう時結構足の皮厚かったなみたいなどっちだったんだろうじゃあそんな悪意ない質問だったっていう風に感じたいですけどか 昔あったもんねそう去年のトリーグであったもんね初戦で0対0でなかなか点取れなくてそしたら相手チームが練習嘘つかねえな,いなーって言ってて相手チーム俺らに勝つために一生懸命練習してきたんだなって俺思ってたら笠原君にああ「あれ違いますよ」っつって「俺らがめっちゃ練習とかそういうドキュメンタリーでやってるからそれ煽ってきてるんですよ」ってなんとかその後ギリギリで得点してそう川のヘディング未だ忘れないですけどあの1点でね勝ったから。 笑いい話というかなってますあの時もいやでも頑張ってるから俺らもそれ超えなきゃなって思って無 <laughs> 監督 <laughs> う、ね、そういうこと言うやついやガンガン言いますよだから多分選手たちも悔しい思いしててもぐっとこらえてるみたいあるでしょうから。 あとはペ韓国、<laughs> 丁寧で戦術もたけてるクーマのような日本人人材候を教えてください。いや、わかんないっす、はい。黒田さんとかがそうであってほしいなって思いますね。も,もしかしたら僕がもう J リーグ全部の足合もずっと見てるわけじゃないから、そういう人が代表に選ばれてほしいと思いますけど、まあ、そういう組織構造じゃなかったりするなっていうの思いますね。あとは、えー、っとパルコー君、サイドバックの位置にボランチ入ってる回系を作ろうなくボランチが両センターバックの真ん中に入ってる回するのはどう思いますかいいんじゃないですか。ただ、守備に切り替わったときにどうしても、 あの配置変わっちゃったりディフェンスラインの守備って中盤がやる守備じゃないと全然変わるからリスク管理の面とポゼッションを安定させられないとポジションチェンジってもうただ走り回るだけになるんでだからアーセナルとかマドリードとかシティとかほんと失わない前提のチームにだけ許されてる戦術ですねあとはバケノカー君スペインリーグで日本人活躍してるイメージあんまりないんですけどなんでなんですか率直な疑問ですでも乾とか久保とかどんどん活躍するようになってますよねあとは言語の問題じゃないですかね スペインはね地方によっても言葉結構違うみたいだしねあとは気質の問題もあるって言いますよね北の方だと真面目だけど南は結構ラテンな感じでみたいなあとはね今日話そうとしてたこれだよね森田さんの発言の森保監督の回答とサッカー協会が選ぶべき哲学みたいなこれバッとしちゃうんですけどあのー、まあ森田さん昨日の配信で言ってまあ森田秀正 そうなんか一回会ったことあると3つけちゃうんだよな <laughs> そこは気にするのかみたいな感じでそれに対してねあのー、森保さんが聞かれて答えてんだよねこれえー、っとチームの基本的なコンセプト対戦相手との噛み合わせとの中でコンセプトベースは選手に伝えている試合で必ず意図を持って入るチームが活動する中で少しずつ全ての局面に対応できるようにコンセプトは積み上げていけてる。 選手がまだうまく局面を打開できるだけのコンセプトの競技ができなかったところはあったのかなとっていう。で、えー、チーム戦術で解消できるところと選手が対応力を持って局面を打開できるようにって言ってそうね戦術のところと個人のところみたいでこれでねずっとコンセプトコンセプトっていうじゃんでコンセプトを積み上げるっていうコンセプトって概念とか全体的な指針みたいな意味でしょちょっと今。 そうコンセプトそうだよね概念や発想などの意味を持ちます分かりやすく言い換えると物事の考え方のベース方向性をうそうだからこれは分かってんだよねもうさあのだ森保さん前から言ってんだよ伝わってると思って伝わってないところがあったみたいなだ森保さんずっとコンセプトコンセプトコンセプトもうこの短い中です3つ出てきてんだよコンセプトってだからボールつなごうとかなんかこう守備大事にしようとか強度高くみたいなのは見えんじゃんその先のディテールなのよ森田さん言ってんのは 例えば、俺よく言うけど、一人一人のタッチ数が多いチームのサッカーってなんでよくないか。一人一人が今どこに立ってどう動くかっていうのを共有できてないから、ボールもらってからも考えてるから、あの、タッチ数が多くなる。うまくいってるチームって一人一人のタッチ数少ないからさ、相手も守備整理で,できなくて崩しきれるじゃないですか。昨日のリバプール、アーセナルもさ、あのリバプールの最初崩したさ、あの、アーセナルの攻撃ってすごい少ないタッチで、最後ワンタッチのパスじゃん、確か、ゴーデがーるからの。 あれも笑顔が共有できてるからああなるわけじゃないですか。でも日本代表の場合は守備でこの時どういく攻撃の時どういくっていうのを例えばツートップに対してボランチを切りながら相手のツーセンターバックにツートップがボランチをこうボール回してるに切りながら行ったときにじゃあこの時にこの間に立ってる選手たちこの選手に対して両方ずれていいのか片方がずれて反対のウイングが絞ってくるのかそれともここは かけないで撤退するのここのこの,のディテールが決まってないじゃん毎回五年このこと言ってんだ、ね、よだけど森屋さんはこれに対してコンセプトは積み上がっていってるけど、えー、それがうまく伝わってなかったかコンセプトなんですよだって森田さんさも,も森田はもっとスポルティングでめちゃくちゃ細かい戦術やってるんですよアーモリムのやつとかあの本に書いてあるのぜひ見てほしいですけどね森田さんの本とか でチーム戦術で解消できるところと選手が、えー、この、えー、対応力をを持って局面を打開できるこのさツールトップが行った時にさこの時にじゃあ自分らが行くか自分ら行かないかってこれ個人だけでやってるから結果ここが開くわけじゃないですか。っていうこの一番レベル低いところができてないから攻撃でもこの相手をこの相手に対して押し込む時にウイング張ってます。 このポジション誰とんのかっていうので伊藤こうなった時に森田がじゃあここつながんないからここ降りて,こ,ってやるとここの人がいなくなるからじゃあ自分上がっとこでも伊藤がこう絞んないからここつながんないでこういう風に伝えても伊藤はすぐ直さないみたいなのあるから監督がやんないとでこれをボール繋いでこうとかそう高い位置にウイングが張ろうとか幅取ろうとかそういやそれだけじゃ足りないんですよだって森田の考えること冨安の考えること伊藤の考えることこの左ウイングその時入ってる選手を考えること違うんですもん。 でそういうふうにこの細かいとこ詰めてくれとコンセプトは分かったと細かいとこ詰めてくれって言ってそれに対しての監督の回答はコンセプトは積み上がってるけど個人でやるところがなって言ってるんで会話できてないですよね。で結果これに対する回答はそうなんですよ今ねっゆく言うみたいにこの力足りないみたいなことになってくるでこれは田島さんもそう言ってるじゃん日本がそのいい引き締めになったみたいな。 ここからまたスペインとかドイツに日本が勝ったみたいなことがアジアでも起こるってことだからです。でもあのあれなんですよ田島さんもともとオリンピックメダル取るが目標って言ってワールドカップもベスト8強豪国になることがベスト8常連国になることが目標って言ってるんですよ。めっちゃブレてんじゃんそれ。いやだったらそのジャイアントキリングアジアカップで起こさせてるようなことって違うでしょっていうのとか日本代表の場当たり的なその格上にはワンあの。 もうめっちゃチャンス作られながら勝つけど格下にはボール繋いでるだけで勝てないみたいなさ常連国強豪国になるってことと一定の成果を選手のコンディションに関わらず、えー、出すっていうことここをさ繋げなきゃいけないのにワンチャンで毎回ベスト8言っとくみたいな話なんですよそうだから優しいんだけどこう優しいとか盛りやすさんの場合は あのト,ゲトゲが立たない発言はできるだけで煙にいいててるっていうだこういうことが代表内の会話で起きるんですよ絶対にここってこうでこうでこの3つの意見がありますけどどうするべきですかお前のここはいいなここはいいなこれのここはいいなじゃあこういう感じでいこうみたいなだからしっかりまとまんないで結果この間あの森田さん発言であったみたいにハーフタイムでなんかこうフレッシュな状態で出ていけなかったみたいな。 そうだからあれだよ人当たりがいいなんですよいい人とかじゃなくて人当たりがいい人そうだから木崎さんだっけななんかそのえっ、ー、といろんな記者があの森谷さんと直接会うと厳しいこと言えなくなるみたいなそうだからそういう風うにあこんななんか気遣いしてくれる人だからみたいなでそれは俺ですらわかんないよだってめちゃくちゃめちゃくちゃな人でも俺怒れないもん。 昔あの、お金2万円貸したラッパーの友達がいて、もうすげえクズだったんだけど、その人がお金返したいんで、あのちょっと、えー、新宿でお渡しさせてもらっていいですかって、その時新宿に予定あったから、ったらすいません、今から池袋来れますかって言われていや、ひどいなと思って、いや、無理ですってって、そしたら新宿まで返しに来てくれて、くしゃくしゃの2万円渡されて、へって思うじゃん。そしたら また面白いことやりましょうって言われて <laughs> それで俺怒れなかったもんね <laughs> なんかもうなんか屈託のない笑みというかその言い方されるみた,いなみたいなことってみんな経験してるしょ絶対にこいつ悪いけど直接切れんのめんどくせえからもうなんかいい感じにしとこうっていうか絶対みんなあると思うな,なんかこっちに牙向いてくるわけじゃないからほっといてるけどこいつともう二度と会いたくないとかできることなら一緒に仕事したくないタイプいるしょそういうことなのよ でそれ,がそれは代表周りの記者だったら瞬間的に記事書くために取材していろいろ話してくれるとか優しくしてくれるとかなんかそういう人に対してはいい人って書くよでも一緒に仕事やってあの絶対勝たなきゃいけないアジアカップだオリンピックだワールドカップだっていう大会出てそれで勝たなきゃいけないで内側選手同士で意見ぶつかってるって時にふわーっとコンセプトだけ言われていやそれじゃまとまってないんだけどっていう。 でも俺らは監督批判するわけがいかないから自分に矢印向けてやってるけどもう限界っすわっていう悲痛な叫びがあれなんですよ。でそれに対しての回答がまた煙に巻くんですよ。でこれにほとんどの人はいい人ってだけの回答を出すんですよ。で実際にここで揉め事を起こさないってところではいつも言うけどあのなんていうのこの基準値を持ってる監督って基準というか日本サッカーの中ではある程度いい監督みたいな。だってそもそも揉める監督もいるから。 サッカー部やってる人分かるだろうけどさそうそうすげえ頭ごなしにただ言っただけで叱られた経験とかあるでしょちょっと意見言ったというか聞かれたからなんなら言っただけになるみたいなそういうんかむちゃくちゃな指導する人いっぱいいるじゃんライセンスとか持ってる人でもそんな中で森保さんみたいに「うんうんうん分かったお前の思う通りやれ」みたいに言ってくれる人いるとこれだけでいい人にならない これが俺の言ってるサッカー界だと上質って話なの。で、もっといい、ちゃんと頭使ってる監督たち言うんだけど、この人たちには日本代表になるっていうレースに参加させてもらえる権利がないんだよ。だからっていう話。で、これをこの力があればっていうのが日本サッカー協会。で、実際にそういう人もこの力あれば、この間言ったレアルマドリードならボロボロでも高校生とか中学生に勝てるっていう話。だからもう日本サッカー協会今後進むべき道を僕はもう 決めるべきだと思ってるのは、ちゃんと知性で指導者育てて、そういうサッカー界にするのか、それとももう、この力に頼るのかみたいな、両方行くのがいいけど、両方無理だから。なんでかっていうと、指導者とか頭使う業界人は、頭使える人っていうのはサッカー界に来ないから。だって、例えばね、今、僕のレベルの話した方が分かりやすいと思って、逆にレベル落として話しますけど、トリーグ、新規参入ほとんどしないですよ。なんでかっていうと、YouTube3 分しか使えないから。 みんな自分が企業を持ってて新しいクラブ作って選手いっぱい集めてこれでなんか、まあ、あのビジネスしようとか、うん、J リーグ行こうってなるじゃないですか最初っからスタジアムは無理だけどみたいなその時にいやトリーグ3分しか映像使えませんえな何でですかいや相手方のプライバシーあるでじゃあ3分もおかしくないですかみたいなだからもう YouTube とか動画ない頃に作ったルールだからもう破綻してるんだけどそれを変えたい人が変えれるような組織じゃないんだよもだってそういう流れ伝統どこに行ってどう変えればいいか分かんないの でこんな、こういう業界を一番下がここに新しいお金稼ごうとするビジネスマン入ってくるサッカー界でめっちゃ頭もよくてサッカーやってた人がじゃあこっから稼ごうってなってコーチになった瞬間今まで1億とか何千万もらってたのが年収数百万なんだよこっからより一層稼げないんですよってなると新しい業界行くじゃないですかだからもうサッカー界にいいコーチが来て知性的なサッカーやるなんて今の形じゃ絶対無理ですよ ってなるともうサッカー協会を選ぶ哲学はいい選手をいっぱい育ってきてもらって頑張ってもらうしかないでもここで問題なのは日本って人口減ってってその人口減ってる中で子供たちがどの競技選ぶかバスケ人気になってきてるとかそうラグビーも盛り上がるとかどんどんいろいろ他の選択肢が出てくるじゃん野球は根、ね、強いみたいなってなってくるとさサッカーを選ぶ子供も少なくなくくってくるそうだからもうすげえやばいんですよ日本って。 だからあの日本サッカー協会はそういうふうに子どもが憧れるような施策せめてもせめてさっき言ったみたいなもっとあの日本サッカーをこう今 YouTube とか若い子見るわけだからそっちに発信してそのフィジカルモンスターの子どもがサッカー選ぶように仕向けてその後もうセカンドキャリアとか知らねえみたいな最低でもそれやれなきゃいけないですよあのわざとダーティーなこと言いましたけどでもそれもできないでしょ。うん なんでたまたまみんなが見てくれてたまたま YouTube で飯食えてたまたまいろんな人が助けてくれてオンラインサロンできてたまたまシュアボ東京始めることになってそうでたまたまいろんな人スポンサーさんとかいろんなみんな助けてくれて J リーグ目指すって言ってる俺みたいなバカしかやんないんですよこんなことだってどう考えたって割に合わないから練習試合で数千人見るんでシュアボでも公式戦は3分しか使えないみたいな でこういう行かれた人が出てくるしかもうないんですよで。こんなたまたまないからね。なんてね。うん、<laughs> みたいなね。なんてね。テヘペロ案件ですよね。もう久々にテヘペロって聞いたな。<laughs> そう。そうだからこれもね、全部富安のせいだな。あんだけサッカー勢い高いんだったらもう。 さあここからはもう助走というか余力で走りますねそうだからもう森保さんはそう本質的な会話をで,しないあのできないかすることを避けるんですよだってこれでしっかり討論になってそれでおかしくなっちゃうある J リーグの。監督が 戦術的な不備を指摘されてその中心選手と喧嘩になってみたいないやチームメマネジメントしにくくなってみたいな話もあるんでねそれ明日のここだけの話で気になる方いたら聞いてくださいあとはえー、どこだろう お君、ソんそのミンが国に背負ってるから疲れたら言い訳にならないと言ってました。韓国の選手たちずっと走り続けており、日本に比べてパッションを感じました。久保選手や富谷選手が大会前に1点に対して問題提起するなど、アジアカップに集中できているのか疑問に感じました。はたから見てもイランの選手の涙を見て、そう感じました。うーん、なんかその日本の選手が頑張ってないみたいな論調は僕、絶対違うと思います。だって、走ったとしてもさ、一生懸命走ったとしても、連動してなかったらパスコースってできますからね。そそうだかから結局そこのなんか あの勝てば勘軍みたいなそういうコメントばっかり取り上げられるけどそう久保も富安も聞かれたから言うけどそんなこと言,言ってらんないで頑張るみたいなだって久保なんてさ決勝まで行ってそっからレアル・ソシエダに行ってみたいなもうみんなねそのやれることをね一生懸命やりますよ選手は。その中で結果でこういう風に選手が言われちゃうから、まあ、その声自体は否定しないけどそう,そういう風うに選手がなっちゃってる環境を変えたいっていうのは思いますけどね。 ただそれはすぐ僕ができることじゃないんで、もうちょっと待っててほしいですけど。オゾラレイン君、スパチャありがとう。また選手の選手という他人コンセプトを伝えたとして、選手に理解させてないのまずいだろ、言ってて恥ずかしくないの。いや本当そうよ。ストイコ君、スパチャありがとう。森保と菜々は森田の本を読むべきってこと。どうなんでしょうね。読んでる可能性ありますよね。錦鯉君、スパチャありがとう。混合ワールドカップの予選は、相手は日本に44 2で構えてロングボール対応する戦術のチーム増えると思いますかシステムはね、その時の選手の、なんていうか、あのー、 人材のあれによって変わったりとか、その監督の哲学によってとかあるでしょうけど、戦い方としてロングボールはあのやると思いますね。ただ、それもワールドカップ当たるの3つの国だけで、その3つの国の監督がもう昔のね、日本、今の日本代表もそうだけど、相手に対してどうするっていうよりも、自分たちがこれやりたいで選ぶような監督だったらそういうのされないから、そうだからね、相手国っていう大きい守護じゃなくて、次の。 当たるチームの監督がどういうキャラクターかっていう話になりますね。アパホテル君スパチャありがとう。昨日のアーセナル対リバプールのハーフタイムにてクロップ、えー、クソ前半スコアレスのまま終わってしまったアーセナルに対してうちのタレント陣じゃ得点を取るイメージがつけない。この逆境に勝てるようなフォワードがいれば俺がいるんだクロップ。その声が分かってるぞお前らやってくれと言ってこないんだ俺らに大賽このワールド南のインってなって勝ってたよな。はい、<laughs> あと今日ですねえっ、ー、とまだ配信は続くんですけど一万円募金もいいておりましたありがとうございます。 概要欄の、ね、個人スポンサーの方からいただけるんですけれども、本当ありがとうございます。高須さん、理論的で分かりやすい戦術と解説見るのが癖になります。今後とも頑張ります。そして、いつもぶちさん、ありがとうございます。というわけで、引き続きシュアボ東京頑張りますんで、よろしくお願いします。あとね、喋、えっと、ってりたいのあったんだよな、どれだったっけな。あでもあれか。 アンチェロッティのああこれはアシするかアンチェロッティのコメントってなんであんなずっとおしゃれなんだろうね 私はサッカーを知らないってやつね、えー、プー君初出発者です森保さんって砂の栄冠で野球漫画に出てくるガーソをめちゃくちゃ人をよくしたような感じがしてます重なる部分が多くてまとめとかも使われてるようなキャラなので暇な時読んでみてくださいありがとうございますあとはマスオくんたびたびすいません本田圭佑さんのサブスク記事は読みましたか読んでないね、えー、ごめんねあとは予約すると1位森保さんよりまともな日本人監督は現状いない ならいないから続投でえー。俺がやるなら話は別。<laughs> なんかロングランドさんみたいな時、えー、に、えつに森保監督にはポゼッションとハイプレスをやる能力はないから、カウンターサッカーだけ徹底させるべきという感じでした。2026までの限られた時間を考えると現実的な案のような気がしますか？レオザさんはどう思いますか？でも本当オムレそうだと思いますね。うんなんかこう。守備をちゃんとやればしっかり攻撃のね。あの1人一人の能力が高いところなんで。でも。 そのカウンターサッカーとはみたいなところでねそこがねこのワントップがただワントップツートップ前残りの8人がカウンターサッカーなのかしっかりブロック作った上でのえーボールを奪った後に狙いとこう共有するのがカウンターサッカーなのかとかブロックをどこに作るかとか結構カウンターサッカーってただ守って前に強い人いればいいっていうわけじゃないからそれで点も取れる時もあるけど結構ロングボールとかカウンターって奥浅いと思われがちっすよね。 そう別に本田さんがそう思ってるって意味じゃなくてなんで森安監督にはカウンターサッカーだけもできない可能性もあります、えー、ゆうすけ君スパチャありがとう最後お願いします森安さんのコンセプトって何でしょうかいい守備からいい攻撃のことですから、ね、僕が知ってる限りで言うとやっぱり守備のところで二同位三同意できる選手それはもう見ててわかるんだけど伊藤亮太郎がずっと呼ばれなかったりとかしたところでなんだけどそこからの守備の連動まではその時の選手の判断でって感じですね基本的に選手の判断で最適な 回を出せるように、えー、選手に権限与えるって形なんだけど選手に権限与えてもさ人ってもう3人目からは発言権強いやつと弱いやつは出てくるんですよで2人でも出てるからね、うん、でも3人目からはもう露骨に喋んないやつ出てくるからってなってくるとそこでさ空気読んでしゃべる喋んないで結果意思はまとまってないとか目線揃ってないっていうのがあるんですよね。っていうのを度外視してうん選手に渡して結果例えばワールドカップでもう冨安が。 じゃあ吉田麻也がピーク過ぎてるとか柴崎はもうピーク過ぎてるみたいなでも中心にしてるからちょっとやるサッカーというか目線は揃え直さなきゃいけないとか出てくるんでそうだからちゃんとその根っこは作ってマニュアルは作った上でマニュアルの先を話させなきゃいけないっていうのは重要ですねでもそれがそのマニュアルが薄すぎる、うん、そうレジを早く打つぐらいですね、うん、森谷さんにあるマニュアルっていうのは。 でこれがなわけないでしょっていうのはもうやめようねもうね三笘だ南野だ田中尾だ、ね、あだ久保だ、えー、今回の森田だってみんなもうないって言ってるんだから、うん、っていう感じですねそ,そんな感じでありがとうございましたなんでまあ昨日も言ったことですけどいい監督たちにチャンスが与えられる、えー、いいオーナーたちが新規参入したくなるようなサッカー界うん だそれでねいい女の人がいっぱい入ってきてさ、あのシュワボ東京が目立たなくなるサッカー界なら、それは本当はいいことですからね、うん。すごい企業がいっぱい新規参入してきて、そう、ネオザのやってる YouTube のチームはやっぱり資金的に苦しいねってなったら最高ですから。なんでそういったところでみんなでサッカー界を盛り上げたいですね。うん、その中の中 まあ一つのツールに自分がなっていられるよう頑張りたいと思いますアポテル君、くんイランセのイタクラなぜあんなパフォーマンスひどかったでしょうか怪我が大,か大きかったと思いますねはいなんでそんな感じでありがとうございましたまたバイバイ私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから JD が排出を目指す僕らとしたステップアップも大関係です概要欄の URL からのご応募お待ちしております